やりてろでしょ。うん、やりてろ間に合わねえわ。まあ間に合わないよりも何を、敵が圧倒的に早いからな。振りポジ持つ。やっぱチームランブル遅いよね、プラシュート開くの。明らかに遅くないと圧倒的に不利だからか。遅くない、早くないじゃない。まあ早いか。逆だ。いや遅いでしょ。え、開くの遅いでしょ、プラシュート。あ、そうか、ごめん、うん、俺が変だった。もう意味わかんなくてくそ。そうだ。え？こいつ内落ち原因がわかった。いや、俺の目の前で内落ちしてたやつ理由わかっちゃったから何も何とも言えない気持ちになったわ。だから隠しスキンのさ、第一段階ここなんだけどさ、スキン変えてくるの忘れて。だから隠しスキン普通に出せなかって消えてった。理由がクソすぎる。でも圧倒でしょ、チームラップだってそのもんだろ。いらねえ、やべえ、いらねえもんばっかり出る。火がないですよ。木もないし武器もないよ。インファントリーライフル無視されてる相手には結構当てやすい。ハンティングは全然当たらない。ハンティングとあと何なんだっけ。待って、僕のインファントリーライフルが。ねえ、明日8時に起きないと。朝の。うん。でも言うて夜寝たから。ああ、ならよ、言うのは。だけど、そんな出てない、ね。4時間ぐらいしか出てない。お前はどうしてんだよ。何もしたくねえ。ミートしろ。人生イモだよ。人生イモるわ、クソ。人生イモったことないから。さすが。やり方。常に人生の主人公の。そういうくんとこ言うからクソダンバートって言うんだと。こういう時よ。湖の真ん中にスラープが落ちてる。クソ。それだけでよく面白いと思えるね。めっちゃ辛辣なんだけど。え、相当面白い。それ一つで笑えるほどいい心してない。浅い人生ではないと。面白くなくなったって別に。ただ単純にあんまり面白くないと思ったんだけど。お、青タクショ、緑ポンプと青タクショなら青タクショ選んじゃう。俺に言われましたよ、うん、やっぱ最高、卓上最高ランクだしさ。まあね、元紫だからね。そんな強いのこれ。
初期の頃は紫タクショがあって、今の青タクショと性能変わんない。でも天下の方が強いんでしょ。まあ落とされたもん。ん、なんか昔天下あったんでしょ。あったの。あああれか、2連ショットガンのやつか。そう、なんかバカ強かった。あれは連射できるから強い代わりに2発しか入んないからな。微妙だよな、人による。でも壊れてたって言ってたよ、天さんとかが。って俺言われました。でも俺もその時代を生きた人間じゃないからな。チャグチャグ2つ出てきたんだけど、宝を買ってたら。ノーってことだよ。ソロだったら絶対嫌だわ。ソロとかチーム。そんな、大丈夫、そんなに運良くないから、ソロとかだったらちゃんと。チャグチャグ絞ってるから。チャグチャグ2個運悪くね、逆に。ああ、運悪いよ、逆に。いや、逆には運悪いけど、でも、悪い方じゃないんだよ。金2個なんだから。これはもうスケボーで行くしかないでしょ。ああ、ショットガンだけ自信ないね。青ポンプ拾えないとマジでゲーム大半クソ感があるからな。近いな。あ、あそこの高台取ってんのか。やっぱあそこに行きだよ。インファントリーライフル連鎖打ちしなきゃいけないのクソすぎだろ。野菜いるんだあれ。いるねこれ。お、金砂が出ました。出らないインファントリーライフルなんて。サンドイッチさんなんか近接戦が普通に強いのがすげえわ。普通に前で出て殺してくじゃん。それがすごいと思う。このゲームの M だったら僕よりサンドウィッチさんの方が全然あると思う。いやわー、ラスト一発だけ昔渡しちゃった。やばすぎ、当たんない。敵がどこにいるのか見えない。遠すぎて見えない。チュ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 、お右肩に植え付けられたんだわ。ラブピーナッツな。今の外すの俺やばすぎ。今の外すの、この距離遠すぎんな、お互いに。スナイパーやっぱ難しい。まあそうだね、敵がすげえ甘えてこないのに、そうそう当てれねえよ。無理だな。いやは、なんでだよ。シールド200あったのかこいつ。
当たんねえ。うまうまこいつ。マジで当たんな、その極み。まだ1キルもしないです。待って、やべ、撃たれてる。こいつめっちゃうまい、建築。建築うまかったけど、2対1にはさすがに対応しきれなかった。やっぱ復讐しに来た。縦詰め早いんだ、早くなったんだけどさ、うん、キャラコンクソすぎて、いつもなんか上の床で詰まっちゃう。あ、でもそれすら早く練習できるようになればいいじゃん。グラップラーバキいるんだけど、味方強すぎじゃない？敵がいないんだけど。いやー、まあ、閉じ込めたつもりが出てきてた。早いね、確かに。早すぎでしょ。2キルしか、また10なんだけど。2キルしかしてない、ね、味方が全部終わらせたんだ。